スウェーデン領黄金海岸、またはカボコレソは1650年にヘンドリック・カーロフによって西アフリカのギニア湾の黄金海岸に設立されたスウェーデンの植民地である。1663年4月にオランダに占領されるまでの13年間続いた。1480年代の到達以降、ポルトガル人は黄金海岸に公易拠点を建設し、取りを置いて守っていた。 他のヨーロッパの海運国もこの地域に目を向けて交易を開始していった。1642年、オランダ・ポルトガル戦争のためにポルトガルはこの地域の支配権を失った。オランダは植民地を征服し多くの資産を引き継いだ。1650年代半ばまでに全ての主要なヨーロッパの海運国は黄金海岸一帯に交易拠点を置いていた。 スウェーデンでも1649年にスウェーデンのアフリカ会社が設立された。同社はカナリア諸島より南の地域での交易に関する独占権を与えられていた。スウェーデン人は当時取得したこの植民地をポルトガル人の命名した地名カボコルソと呼び続けた。現在知られているスウェーデン領黄金海岸スヴェンスカ・グッドクーシンという言葉は広大になってのものである。 いずれにせよカボコルソが歴史家や百科事典で使われる用語である。植民地はギニア湾海岸沿いのカボコルソの周りに点在するいくつかの取と交易所で構成されていた。これらの施設は最初にポルトガル人が築いたものもあればオランダ人が築いたものもありスウェーデン人自身が築いたものもあった。また植民地はオランダ領になった後でさらに イギリス領黄金海岸となったになったので、その時に放棄されたり逆に大規模に拡張されたり解明されたりしたものもある。ともかくスウェーデンが保持していた主な施設は以下の二つの召喚と六つの砦である。三人のスウェーデンの植民地の長はそれぞれ異なる肩書きだった。ルイスデギアによるスウェーデンアフリカ会社の設立に続いて ヘンドリック・カーロフの指揮下にある遠征隊が1650年にアフリカに派遣された。カーロフはアカンヒトのフッツ王と条約を結んで土地を取得した。1650年4月22日、スウェーデン領黄金海岸が設立され、カーロフが最初の管理者になった。1652年にカールスボルグ砦の基礎が築かれた。1656年に ヨハンフィリップ・フォンクルーゼン・シテルンが新しい知事に任命された。これはカーロフを激怒させた。彼はカボコルソーを離れると1658年1月27日にデンマークの主役船グリュックシュタットに乗って戻ってきた。カールスボルグトリデは占領されデンマーク領黄金海岸の一部になった。スウェーデンのカール十世王はこれをデンマークに対する海戦理由の一つにした。 1660年のコペンハーゲン条約後、カボコルソ城はスウェーデン政府に返還された。しかし、その後、カーロフの仲間であるサミュエル・シュミットが1659年4月に、すでに植民地をオランダ西インド会社に売却していたことが明らかになった。彼は金を持ってアンモラに逃亡した。その後、地元住民は新しい主人に対して反乱を起こし、 1660年12月にアカンヒトの一集団であるエフツ人の王が再びスウェーデンにこの地域の支配権を提供した。新しい遠征隊が植民地に送られ、植民地は短期間だけスウェーデンの管理下に置かれた。ポンクルーゼンシテルンが知事に再任された。1663年4月20日、カールスボルグトリデと首都のクリスチャンスボルグトリデは、 スウェーデンの司令官アントンボスの下での長い防衛の後、オランダに占領された。1664年5月9日、オランダに占領された。この地域は再度占領された。今回はイングランドのロバート・ホームズによるものだった。ありがとうございます。